はいどうも、アスロチャンネルです。どうも、アサペンです。本日は軟式ボールの歴史を体験しよう企画です。お願いします。お願いします。歴史、うん、自分ら今軟式野球を M 級使ってやってると思うんですけど、あ、今の M 級だっていう皆さんこれ思うと思うんですけど、軟式ボールにも歴史がありまして、はい、本当に初期の初号機、軟式野球が始まったのが83年前、おじいちゃんだね、の復刻ボールを手に入れました。はい、というのもこの前対戦相手の方が動画に使ってくださいっていうのでいただきまして、現物、はい、こちらです。でこれがその一番初期の軟式ボールで、まだ触ってないんですよあんまり、開けます。こんな感じ。やば、線がすごい。そうなんですよ、この名前が菊型ボールっていうやつ。菊型ボール、すごい、はい、あれだね。そうミラーボールみたいなやつ。こんな形をしてます。で今と違って縫い目がない、本当に丸いボール、ちょっとこれですね、今日実際に投げたらどう違いがあるのかと見ていこうかなと。めっちゃちっちゃくない？そうなんですよ、かなりちっちゃいんですよ。こっちちっちゃいよね。でちょっと重いかな、あー重い気がする、はい、うん、多分。というので今日はこれを実際に投げてみて、まっすぐの投げた感じと、あと変化球が曲がるのかという、絶対曲がんないよね、はい、これちょっとやってみようかなと。やりたいね、はい、では同じ高さから何回か落としてみます。お願いします。はい、3、2、1。あ、こっちのが跳ねるね。 M の、あ、 M のが跳ねる、うん、なるほど。もう一度あ、一緒でもあんま変わんないかな、そんなに変わんないと、うん、OK、 じゃあちょっとこれから投げてやってみます。はい、はい、じゃあ早速朝日に投げてもらうんですけど、自分は肩終わってるんで実際にピッチングで投げてもらいます。最初に今の現行の M 級を投げた後に初期の菊型ボールを投げてもらいます。最初 M 級で、じゃあ M 級最初いきます。はい、はい、ちなみに今回は両方とも新球でやってるんで。ラスト？ラスト。えい。じゃあ今度初期ボール投げていきます。こんな感じです。これどこにこういう握りで行ってみます。まあ、これが縫い目だとしてこれに合わせていきます。とりあえず分かんないけど、これ最初の1球目のあれ大事だから感覚すごい。よし、じゃあいきます。はい、うわ、いや好きだわ。全然回転しなかったっすね今。嘘、なんか良かったけどな、回転してない、回転しなかった、回転が見づらいとかではない。今どっちで投げましたか？こっち、そっち、そっち。すごいチェンジアップみたいな。マジ全然回転しなかった。本当マジ投げやすかったんだけどな。ちょ、もう一回、はい、全然回転してないわ。嘘、いいボールいってるよ。こっちの感覚的にはめちゃくちゃいい。ちゃんと指に引っかかってる。はいはいはい、うん、今度逆声も、あ、今度 こっちで投げてみます。この分かんないけど、何か分かんないけど、これで投げます。よし、これは投げづらそう。あー無理、あー無理、これは無理だ。でもなんかスピンの音鳴ってますね、シュシュシュみたいな。もう一回今ので、めっちゃ鳴ってる音だ、めっちゃ鳴ってる音が。これカメラ拾ってるか分かんないけど、いやー投げづらいけどな。でも回転はやっぱ少ない。そうなんだ、投げた感じ、スピード体感どうですか？いや変わんないと思う。変わんない、うん、投げやすいしコントロールもしやすい。離れた時はさ一緒、うんうん、途中からこうチェンジアップみたいに、そうだから急速に対して回転量が少ないと失速して落ちるから、うん、そういうことなんじゃない、まあ、体感その初速は変わってないし、そんな
球速変わってない感じはするけど回転量が少ないっていうから、まあ、その分落ちてる感じなのかな。なるほど。じゃあちょっと変化球で、まあ、分かりやすいのはカーブ系 で、ちょっと抜いた系でいきますか、うん、まず M 球で、はい、3球ぐらい、OK はい、で次初期ボールです。じゃあカーブ M 球で投げてきます。あらめやばい、ふわっと系だったのに。ではこのイメージのまま初期ボール。よし、じゃあ初期ボールでカーブどこにかけるんだろう。引っかかる場所がこの縫い目のこの地味な段差があるのでそこかな。このなんていうの、ここの段差に引っかけていこうかな。あんま引っかかる場所ないんですけどそこぐらいしかないんでそれでいきます。いやー無理な気がする。いや別に悪くはないんじゃない。そう、もう1球。はい、ああなんかイメージ的にはあのバス線のストラックアウトのボールみたいな。ああ、悪っぽいやつ。ああ引っかかる場所が本当にないからこの地味な段差しかないから本当に無理。なるほど、無理。え、じゃあ昔の人は投げてたのこれでカーブ。投げてたんじゃないですかうまくこういうところに引っ掛けてたのかちょっとそれは分かんないですけど、うんうん、もうでも場所的にはこの何もないところかあとこんぐらいしかないんでもう本当にあと全部一緒なんで、うん、このあザラザラの、そうザラザラのところに人差し指、私人差し指かけるんですけど、はい、こう。なるほどなるほど。感覚的には曲がってない。曲がってない。曲がってない。これでしっかり曲げられてる人がいたらもうそれはすごい。え、すごい。わかりました。M 級だともっとす曲がるんじゃないかな。まあこれですね、実際に今販売されてるらしいんですよ、Amazon で。1900いくらで。おお。もうちょっと投げてみたいっていう方は、うん、挑戦してみてほしい、はい、してみてください。はい、というわけで実際に初号機のボールを使って投げてみての感想、大きな違いは何かありました？もう率直に。いや、もうカーブよね一番は。変化球変化球、変化球。はい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 。縫い目っていうか引っ掛けるところがない、ほぼない、ちょっとの段差しかないから、これどうやって変化球、むしろなんか他の変化球の方向へなんかあるのかなっていう、うん、ここに引っかかる感じとここに引っかかる感じでそんなに、なるほど、ね、違うは違うんだけど別にいける、うん、投げれるって感じ。というわけなんで、もし見てる40代50代60代70代の方いましたら、こうやって変化球投げたんだよっていうのコメントを教えてください、うん、確かに。でもし若い人でちょっとお金に余裕がある場合はちょっと買ってみて実際に投げてみるのも面白いと思うんで、うん、ちょっとこうやって歴史も学んでいけたらいいかなというふうに思います、はい、今日のはしばちゃんのは以上です。終わりでした。そして10月のプレゼント企画はこちら、 GS 秋冬ウェアのセットを2名様にプレゼントします。 GS レインボーパーカーと GS スウェットになっております。サイズとカラーを選択できる状態で、パーカーの手首には好きな番号を刺繍できるシステムになっております。チャンネル登録&コメントで応募完了です。ぜひこの秋冬もしっかり乗り切って自主トレにご活用ください。当選者の発表は11月1日の動画で発表いたします。そして自分らが監修している GS シリーズのグッズも販売されております。グローブ、スパイク、 T シャツなど動画の概要欄から購入できますのでぜひチェックしてみてください。夏に合わせた T シャツも販売されてますのでぜひよろしくお願いします。詳細はモンタナスポーツさんのホームページからチェックしてみてください。オーリオショー。